トリノフットボールクラブはイタリアトリノをホームタウンとするプロサッカークラブ。セリエ A で優勝7回の実績を持つ古豪である。1906年12月3日に FC トリノとして創設された。イタリアがファシスト党の独裁下にあった1936年にイタリア語を使用した AC トリノへと改められ、その後1970年にトリノカルチョに改称。2005年に クラブが破産し、トリノ FC としてクラブは再建された。1942年から1949年にかけてセリエ A で5連覇し、グランデトリノと呼ばれた。しかし、その最後の優勝は悲劇的なものであった。1948から49シーズンも残り、わずかというところで首位に立っていたトリノは、ポルトガルのクラブとの親善試合を終えて、イタリアに帰る途中、 乗っていた飛行機がスペルガの丘に墜落。監督を含めチームのほとんど全員が死亡した。この事故以降の4試合はトリノはユースチームで戦い、対戦相手もユースチームで対抗した。この年優勝したのはトリノであったが、次のスクレット獲得には27年の月日を要しており、その間、1959から60シーズンには、 セリエ B 広角も経験している。ユベントス FC とのダービーマッチは、デルビー・デッラー・モーレと呼ばれる。ユベントスは、トリノを中心に、全世界的な人気であるが、トリノ市内及び近郊では、トリノの方が人気が高い。なし UEFA チャンピオンズカップ、UEFA チャンピオンズリーグ UEFA、カップウィナーズカップ UEFA カップ、UEFA ヨーロッパリーグ UEFA、 インタートートカップインターシティーズフェアズカップシリング39エンクル33ブレーメル36イッツォゴアイナ34バゼリ8リンコン88メーテ23アンサルディ15ベルディ24ベロッティ級中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。